はい、どうもこっちゃんこんばんは。こんばんは、こんにちは、じゅなえです。違います。はい、はい、今日は9月の23ですか。はいはい、じゃあ3え3 22やな。明日が3で24がチャーちゃん誕生日ですね。24がチャーちゃん誕生日です。はいですね。だから今日は22です。はいはい、今日はですねこちら紹介します。缶バッチ持ってくの忘れた。缶バッチ別にいいや。缶バッチじゃあマグネット。マグネット、うん、あれまあいいや。いいんか。うん。今日はこちらですね。先日ちょっと紹介ちらっとしたんですけど、くら寿司で今、はい、仮面ライダーキャンペーンが、はい、やっております。そこで、はい。はい、小太郎君、前回こちらですね、このグランジー、はい、第1弾、仮面ライダーキャンペーン第1弾では、このクリアファイル、仮面ライダー ZOJ シン、この3人が持っているむちゃくちゃマニアックなクリアファイルをいただきました。っていうかね、他にもねあの4つ種類があったんですけども、これしか残ってなくて、はい、はい、もう仕方なくまあこれをもらってきたということなんですけど、はい、まあ、でも小太郎くんは他の有名なライダーたちのやつよりも本当はこれが欲しかったから、はい、まあ結果良かったということなんですが、はい、でまた第2弾くら寿司の、はい、はい、あのキャンペーン第2弾が始まったので、はいはい、あの行ってきたんですけども、くら寿司になんとまた、はい、金曜日に始まって土日2日目に行ったんですけど、はい、また完売してました。完売、今度はねあのこういうあの不人気のやつがなかったんで、もう全部売り切れて、はい、あもう完売出ててもうありませんでした。いやせっかくくら寿司お腹いっぱい食べたけどあのもらわれへんかったなって言ってたら、うん、はい、チャーちゃんのお友達のゆうこちゃんとこのゆうこちゃん、きみなちゃん、うんうん、ゆうこちゃん、むくのき、これ、あ、きよらちゃん、うん、きよらちゃん、むくのきのきよらちゃんが、はい、くら寿司に行ったそうで、はい、なんと、小太郎くんのために、じゃーん、じゃーん、もらってきてくれました。ありがとう、きよらちゃん。くーが、あきと、りゅうき。はい、ちょっと貸してください。紹介します。これなんとめっちゃいいやつですよ、これ。これめっちゃいいです。平成ライダーの1号クウガ、平成ライダー2号アギト、平成ライダー3号のリュウキ。この3人が乗っているクリアファイルを、なんと小太郎くんにプレゼントしてくれました。はい。よかったね。はい。キヨラちゃん、キヨラちゃんどうもありがとう。めっちゃ優しいな。実は缶バッチはあのマグネット付きのねあのやつももらったんですけど、それはまた今度まとめて紹介したいと思います。はい、キヨラちゃんからもらったやつもあるし、小太郎くんこの前ビックラポン 5皿食べたら前とあのおととしのやつ、そうルーレットが回ってあの、はい、ガチャガチャできるやつあるんですけど、それで、ま、出たやつがあって、前回が1個、はい、その前のシーンの時に1個、はい、去年1個、はい、キヨラちゃん1個やから合計4つあります、はい、まあ、今度まとめて紹介したいと思います。去年 あるな、ん、去年はドライブやった、うん、ゴーストやった、あ違う、それドライブはこの前こっちゃんが、そうか、まあ、また今度紹介しましょう。はい、はい、それではこたらこちゃん、今日はくら寿司の仮面ライダーキャンペーンでクリアファイルを完売やからもらえなかったんですけど、キヨラちゃんがくれましたというお話でした。じゃのー、変身チャリン龍騎アドベント、アドベント。